月智子です。今日は2023年6月19日月曜日です。高松の午前6時過ぎの温度は20度で予報は晴れです。現在午前11時過ぎ温度は28度、予報は晴れです。予報では日中は晴れマークで外出日和です。さて動画はまたまたダントツラーメンを食べに兵庫町までの道程です。読み上げは松縄町とヘルパンギーナです。最近ウイルス感染症で喉に水ぐくれのようなブツブツができる病気が流行しているみたいですので取り上げました。誤読があるかもしれませんが参考にしてください。どうぞ。香川県高松市松縄町とは高松市の中心部にある町です。松縄町には松縄流れ石中央公園や今里交番などの施設があります。松縄町は北町や布施支庁などと隣接しています。松縄町は高松市の中心部に位置する町で古くから人々の暮らしがあった場所です。弥生時代には高松平野の開墾が進み、松縄町には天満宮西遺跡や井出東遺跡などが作られました。これらの遺跡からは水田や集落の跡、木製の農具や土器などが出土しています。古墳時代には松縄町の南にある茶臼山古墳が築かれました。これは香川県内で最大級の前方後円墳で、直径約100メートル、高さ約15メートルあります。奈良時代には条理制が整備され、南海道という道路が松縄町を横断するようになりました。この道路は現在の国道11号線にあたります。平安時代には高津の里という地名が記録に現れました。これが高松の由来とされていますが定かではありません。室町時代には生駒近政が讃岐の国を与えられ、野原の庄に高松城とその城下町を築きました。この時松縄町から名前を取ったという記録があります。江戸時代には高松城下町は次第に広がり、明治維新までにはほぼ現在の旧市内にまで広がりました。松縄町には天満宮や無量寿院などの寺社や武家屋敷などがありました。明治時代には高松市が市制施行し、香川県の県庁所在地となりました。電灯や鉄道などの近代化が進みました。以上が高松市松縄町の歴史についての概要です。松縄流れ石中央公園とは、遊具やすべり台、砂場などがある公園です。砂場にはおもちゃが置いてあり、自由に使っていいそうです。駐車場は10台分あり無料です。トイレや自動販売機もあります。以上です。ご参考にしてください。ヘルパンギーナとは、夏に流行しやすいウイルス感染症で、喉に水ぶくれのようなブツブツができる病気です。ヘルパンギーナは、主に国殺菌ウイルス A 群が原因で、飛沫感染や接触感染でうつります。潜伏期間は3から6日で、突然の高熱、喉の痛み、食欲不振などが現れます。口の中には赤い水ぶくれができて、2から3日で割れて潰瘍になります。ヘルパンギーナに対する特効薬はありません。症状を和らげるために解熱鎮痛薬や粘膜保護剤を使った対症療法が主です。水分補給も重要です。刺激の少ない食事や飲み物を摂るようにしましょう。ヘルパンギーナは通常自然に回復しますが、稀に重症化して無菌性髄膜炎や心筋炎などの合併症を起こすことがあります。意識障害や息切れなどの症状が出たらすぐに医師に相談してください。ヘルパンギーナの予防法としては、うがいや手洗いをこまめに行うことが基本です。タオルや食器などの共有は避けてください。おもちゃやテーブルなども消毒しましょう。国殺菌ウイルス A 群とは、エンテロウイルス属に属するウイルスの一群で、主に皮膚や粘膜に感染してヘルパンギーナや手足口病などの病気を引き起こすウイルスです。国殺菌ウイルス A 群は
23の血清型がありますが、そのうち A16 型や A6 型が手足口病の主な原因となっています。手足口病は手や足、口の中に水ぶくれや発疹ができる病気で、夏から秋にかけて流行しやすいです。ほとんどの場合は自然に治りますが、稀に重症化して髄膜炎や脳炎を起こすことがあります。コクサッキーウイルス A 群は、飛沫感染や接触感染でうつります。予防法としては、うがいや手洗いをこまめに行うことや、タオルや食器などの共有を避けることが大切です。髄膜炎とは、脳や脊髄を包んでいる髄膜に炎症が起こる病気です。髄膜炎の原因は、細菌やウイルス、真菌などの感染が多く、中でも細菌性髄膜炎は重症化しやすく、死亡率や後遺症のリスクが高いです。髄膜炎の主な症状は、発熱、頭痛、嘔吐、首の硬直、意識障害、痙攣などです。髄膜炎の診断は、腰椎穿刺という検査で脳脊髄液を採取して原因を調べることが必要です。髄膜炎の治療は、原因によって異なりますが、細菌性髄膜炎の場合は抗生物質の点滴が中心となります。脳炎とは、脳自体に炎症が起こる病気です。脳炎には、ウイルスや細菌などの感染が原因となる感染性脳炎と、自己免疫の異常が原因となる免疫介在性脳炎とがあります。脳炎の主な症状は、発熱、頭痛、意識障害、痙攣、麻痺などです。脳炎の診断は、頭部 MRI で脳の病変を検出したり、腰椎穿刺で脳脊髄液を採取して原因を調べることが必要です。脳炎の治療は、原因によって異なりますが、感染性脳炎の場合は抗ウイルス薬や抗生物質の点滴が中心となります。免疫介在性脳炎の場合は、ステロイド剤や免疫抑制剤などの免疫調節療法が行われます。ヘルパンギーナという言葉の意味は、水ぶくれを意味するヘルペスと喉の炎症を意味するアンギーナの2つに由来します。ヘルパンギーナは、コクサッキーウイルスなどのエンテロウイルスによって引き起こされる、口腔内に水ぶくれや潰瘍ができる感染症です。手足口病と似ていますが、手足口病は手や足などにも発疹が出るのに対し、ヘルパンギーナは口腔内に限られることが多いです。詳しくは概要欄にリンクを貼り付けていますのでご覧ください。以上です。ご参考にしてください。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。